アーズ戦でのコービーのフリースローバスケットボールにおけるフリースローとは一方のチームがファウルあるいは特定のバイオレーションを犯した場合に課されるペナルティの一つで相手チームに与えられる得点機会のことであるコート上のフリースローレーン内にすべてのプレイヤーが入らず当時るプレイヤー境界線に沿って並びそれら以外はスリーポイントエリア内でなおかつ フリースローサークルより手前にいなければならない。この際制限区域に沿って並べるプレイヤーは、スロワーチーム2名、相手チーム3名までである。渦のような配置で実施される。国際バスケットボール連盟ルールと NBA ルールでは異なる場合があるので、詳細は客注を参照。FIBA でのフリースロー時のポジション1例 NBA でのフリースロー時のポジション1例以下の場合はスロワーで、 あっても、選手交代をしなければならず、交代したプレイヤーが代わりにフリースローを行う。成功率は、ガードの選手であれば80%以上。フォワード、センターの選手であれば70%以上が、合格点と言われるが、実際にはこの基準をクリアすることは、NBA 選手でも容易ではないようである。また、 成功率が非常に低い選手は、戦術的にコインにファウルを受けることがあり、ハックされると言われる。ことの起こりは、フリースローを極端に苦手にしていた、NBA 史上最強のセンターとも言われた、シャキール・オニール、愛称シャックをコインにファウルして、フリースローをさせ、所属チームの一攻撃権あたりの得点数を2以下に、抑えるために行われ、ニックネームにかけて、これを、 ハック・ア・シャックと呼んだ。NBA のダラス・マーベリックスのヘッドコーチであった、ドンネルソンによって始められたものである。1試合でのフリースロー連続成功の世界記録は、桜井良太が2000年のウィンターカップ2回戦、野城工業戦で記録した21本。成功率の NBA における、レギュラーシーズンの最高記録は、2008から2009シーズンに、ホセカルデロンが記録した。 981過去の名選手、リック・バリーは、象徴的な両手アンダースローによるフリースローで非常に高い精度を発揮し、キャリアを通してフリースローで高い成功率を維持し続け、NBA 歴代3位となるキャリア通算成功率90.00%を、はじめ、計6回の成功率リーグ1位など、フリースローに関する様々な記録を残した。 バスケットボールフリースロー、ありがとうございます。